いや思ったこといっぱいありますよ。あの一つずつ直さなきゃいけないと思うけど、全部の方向から見れるようなあの屋外広告みたいなのがないから、せっかく通行料があってもあの見てもらえないんですよね、気づいてもらえないんで、そこはちょっと直さなきゃいけないですね。正直に言うと好みじゃないんだよね、このカレーうどんの味ってね。あ、はい、あのなんていうんだろう、美味しいとか美味しくないとかじゃないよ、はい、好みか好みじゃないかって言ったら好みじゃないの、はい、あのもっと和風の方が好きだよ。結構これ和風だし入ってるの？もう和風だしで作ってます、うん、作ってるの、はい、なんかあんまり効いてない気がするんだよね。多分ね、辛さがかっちゃってるからですよ。そうなんですかね。そうなんだよな、俺辛くないやつ食べたいな。なんか スープだけでも食うんだよ。あ、僕ももらっていいですか？あ、はい。もう味が分かんないですよね。あ、すいません、ありがとうございます。ああ、全然違うわ。全然違う。辛いと分かんないわ、この風味が。月に1回ぐらいちょっと辛いの食いたいなって日に来るかもしれないけど、でもそれもリピーターじゃない。はい。リピートの回転率が多分ちょっと良くないと思う、この辛さだと。そこも意識してもっと毎週通いたくなるようなぐらいの、もうちょっとなんだろうね、辛さを抑えてっていうの方が僕はいいと思うね。あの話してたように、はい、お店に活気がないなって思うから、今営業中じゃないかもしれないけど、もうちょっと声出せる、声出しって、声出しを朝じゃないと絶対声出ないよ、はい、やってる声出しって。今やってないでしょ、はい、ありがとうございましたとかいらっしゃいませっていうのをみんなで朝10分間ぐらい、あのもちろんね、ご自分が中心になってやらないとダメだよ、はい、じゃないといざお客入ってきても声出ないのよ、はい、もうそれ癖にしていかないと、はい、そういうこともちゃんと朝礼とかもやらないとダメ、はい、うん、それが全部出ちゃうからお店の営業にね、はい、俺がずっと気になってること言っていい、はい、服がめっちゃ汚いんだよね。飲食やってるじゃない、はい、あの飲食やってるのに清潔感めちゃくちゃ大事なんだよね、はい、マスクもそれずっと、昨日もそのマスクだったじゃない、はい、同じのずっと使ってるでしょ。あのマスク、飲食店やってるんだからもう自覚が全然足りないと思うのよ。多分今までのお店がね、あの自分である程度軌道乗ったかもしれないけど、お客さんから見たら気になる人は気になるから、はい、やっぱこういくらこういう対策しててもマスク毎日同じのつけてるとかは本当やめた方がいい。もうそれはもう毎日変えた方がいいしさ、はい、もうすぐ分かるから、それ昨日と同じマスクだって、はい、店から撤収した虎たちだったが、高槻の街の一角に一人佇む三浦会長の姿を捉えた。そして三浦会長が足を運んだ先は、今忙しいですか？はい、はい、ちょっとだけ聞きたいこと、はい、もう俺だったら本当に土下座してでもお貸してくださいっていうぐらい、お願いしますって、じゃないと潰れちゃいますぐらい、はい、あのね、こっち側からもお客、まあここが一番通行料多いから、はい、ここにお貸してくださいってことを懇願した方がいいよね、はい、これが最後のチャンスだ、必ず V 字回復を成功してほしい。なんと三浦会長は玉森を案じ、より具体的なアドバイスを伝えに再び玉森の店に戻ったのだ。頑張ってんだよね、タモリだよね、めっちゃ働き者ではあるよね。お疲れ様です。大体どれぐらいかかっちゃうんですか、あの遅い時は。いや、20分で本当にタイミングが悪い、あの釜で揚げてるので、うん、本当にタイミングが悪いと、うん、30分でかかることもあるかもしれない。うどんで30分待たされることってなかなかないから、多分すぐ来ると思ってきますからね。そこも改善しなきゃいけないですね。分かりました。思った通りだよね、回らないんだよね。この回らない理由はメニューがちょっと時間かかる、オペレーションのメニューが多すぎて回らない。だから結局このお店の席数のポテンシャルは使えてないね。俺本当に何か求めてるわけじゃなくて、はい、成功してもらいたいんだよね、はい、どんな人でも成功できるから、はい、それは本当に気持ち一つだしね。あ、はい、うん、そこの気持ちが絶対足りてないのよ、はい、うん、だからこうなってしまう、今の現状で赤字点になっちゃうから、はい、もう一回気持ち入れ替えてさ、はい、やりましょう、はい。